こんにちは。ビットコインがね、もう今晩中にでも500万とかいきそうですけども、まあ、ここでですね、値上がりしたからこそもう儲かる方法っていうのがあるんで、ちょっとお知らせしましょう。実はね、価格が安い時に買って高くなったら売るっていう風な、こういう風なね、一つの通貨で一つの取引所で売買を繰り返していくっていう方法もあるんですけども、実は取引所っていっぱいあるんですよ。で、取引所によって評価額、購入額、販売価格で違うんですよね。もうここまでお話すとお気づきの方いると思いますけども、例えばね、こういう画像を見ていただきたいんですけども、ちょっといいですかね。どうぞこちらを。はい、じゃあ価格を追っていきましょうか。これがね、コインチェックなんですけども、8時27分の段階で、487万1250円です。で、別の取引所見てみますよ。はい、これね、486万4803円になってますよね。で、次の取引所いかがでしょうか。買い値価格が495万3200円で、売り価格が480万トンで6799円という形で、まあ、ばらつきがあるわけですよね。じゃあ、値上がりしたがゆえのこの差額を使って利益を取る方法っていうのがあるんではないかなと。1回の取引で数万円っていうのは今この瞬間はね、生じてるわけなんですよ。まあ、これをね、アービトラージっていうんですけどもね。という感じでですね、こっちの取引所で買ったものをその瞬間こっちで売るってことをやると、利益はやっぱり残っていくんですよね。これをアビトラージっていう方法なんですけども、ただね、今日本国内の取引所を3社紹介しましたけども、この日本の取引所を使ってる段階でもうね、これは儲からないんですよ、うん、なぜなら手数料がむちゃくちゃ高いんですよね。手数料ね、購入するときにもう何万円も手数料払って、売るときにまた何万円も払うわけじゃないですか。じゃあ手数料がスプレッドっていうんですけども、これがね、なるべく少ない方がいいじゃないですか。となると海外の取引所ってことになります。海外の取引所は当然ですけども、日本語のサポートやってないところがありますので、英語をちょっとね、翻訳ソフトなどで解釈していく必要がありますんで、言語っていう壁を越えれた人はそれだけで利益を取れるっていうのはもうお分かりだと思うんですよ。で、めんどくさいことを避けた人って結局儲からずに損ばっかりしてリスクを高めていくんですよね。で、ここでもっと肝心なことを話しますけども、アービトラージで儲かりますよというのが、まあ、罠なんですよ。アービトラージを代わりにこっちやってあげるんで、ビットコインを送ってくださいってやってドロンってするっていうのはね、いつものパターンなんで、こういうのは自分で編み出して自分でやらないといけないんですよね。信用できるところなんで信用できないわけですよ。まさにね、信用の向こうに詐欺があるわけなんで、大丈夫だろうここはと思った瞬間にもうそれはね、やられると思ったわけです。どのように信頼させるかっていうのは、これね、プログラムっていうかね、作戦でできてるわけなんですよ。まあ、ですので、それに乗らないように、心理をね、誘導されないように、自分でできることは自分でやるというよりも、自分でできるはずなんですよ。いろんなことを学ぶのは他の人に聞いてもいいですけども、代行してもらうっていうのはとっても危険なんで、こんなことでね、金持ちになるなんて思わない方がいいです、うん、そこがね、今回のビットコインフィーバーの中で隠れている鍵だと思いますし、多分ね、アービトラージの方法ってこれ出てきますからね、またね、証拠にもなく出てくるんですよ。ビットコイン送金した瞬間に消えますからね、まあ用心してくださいということで、今回の動画は以上です。